シグナルに注目。戦いの火蓋が切られた。まずトップに出たのはロコス・マグナム。しかし後ろのマシンも負けていない。この後の展開はどうなるのか。レースも中盤戦。後ろのマシンもトップから離れずに食らいついている。接戦状態だ。トップは1コースマグナム、4コースすぐ後ろからトップを追いかける。気の抜けない展開になってきた。1コース最後の1周に入った。差はわずかしかない。どのマシンも素晴らしい走りだったぞ。